こんにちは、ODS の堀です。なんか最近僕ダイエット白紙みたいになって、すごいですよね。なんかダイエットについて全く興味なかったんですけど、最近はなんか語りますよ、ダイエットについて。はい、皆さん、僕はこの2ヶ月で11キロ痩せたから、もうダイエットの専門家みたいなもんですよね。はい、皆さんの思っているのは、高いカロリーのものを食べたら太ると思ってますよね。それは間違いです。どういうものを食べたら太るかというと、食べた時に腸内で水の流れを止まるような食べ物を食べると太るんです。はい、今日のなんか友達のブログの中で、たこ焼き6個か8個か知らないですけど、食べたら次の日体重増えました、1日それでしか食べてないですっていうのコメントを見たんです。ああ、そりゃ中に入ってて、そのたこ焼き自体が腸内の水の流れを止めてしまったら、そりゃ朝起きて測ったとしても痩せるはずないでしょう。出さないと、排出する、デトックスするような食べ物を食べないといけない。僕がびっくりしたのが、カロリー高い順番、1位がカツカレーで1100キロカロリーね、2番がカツ丼1000カロリー、カレーライス960、カルボナーラ830、ピザ680。みんな僕の好きな食べ物はカロリーめっちゃ高いんですよ。でもそれでも太らない。なぜかというと、それらはカロリー高いけど、それが腸に吸収されなかったら全部排出されるじゃないですか。だからどうやったら排出されるかを考えながら食事をしたらいいですね。例えば僕とかピザ大好きです。グラタン好きです。で、何が排出させるものかというと、タバスコ、絶対タバスコかけた方がいいですよね。それとか、まあ例えばとんかつね、とんかつ出たらキャベツいっぱい出ますよね。キャベツ、僕はキャベツ出た時もう2杯ぐらいおかわりします。だからとんかつのカロリー高いけど、キャベツを食べることによって、腸内の水分を流す力、排出する力、デトックスする力が働くんです。だからカロリー高いものがそのまま吸収されるわけじゃなくて、腸内にずっと溜まって水の流れ、腸内の水の流れを止めるやつが、太りやすいという、はい、だから皆さん、そう、食べ合わせね、食べ合わせを、考えると、例えばカツ丼だけ食べると量も少ないし、カロリーも少ない。それにプラスキャベツとドレッシング食べたら量も増えるし、カロリーも増えるじゃないですか。でも流される、流れるか溜めるか、それが重要なんです。カロリーじゃない、量じゃない、排出できるか溜めるか、ただそれだけです。声今日大きいでしょ、声大きくしろって言われる。 ODS の堀です。